デラーのみんな、吉本プラモデル部部員のもこんちゃんです。最近もこんちゃん食欲止まんなくってさ、みんなは秋の味覚だと何が好き？もこんちゃんは芋栗かぼちゃ、あとやっぱり松茸大好き。じゃあまあ今月ももこんちゃんスタート。吉本プラモデル部のもこんちゃん、やったー。どうも部長でございます。ゆうたろうです、はい、どうも加藤鉄球です。鉄球、はい、来ましたね。まあまあまあ、ブルービーこそ解散しましたけど、明るく元気に頑張っております。最近何やってんの？最近はひたすらにあの兄貴からの宿題をこなしてる。ああ、そうですよね、兄貴に弟子入りしましてね、プロモデラーを目指すという企画をやっております。そうですね、ね、前にも動画アップされておりますので、ぜひ見てくださいね。はい、はい、もこんちゃんも今月もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もこんちゃんは最近はどうですか？初めて自腹で、船を買ったんですよ。ああ、そうか、今まで誰かに買わせてたもんね。違う違う違う、そういうことじゃなくて、おじい、おじい初めてお金をね、自分で出してみましたみたいな感じで。そういうことじゃなくて、やっぱ信者とかがいっぱいいるのかな。信者とかにこう、欲しいものリストとかあげたら全部送られてくるっていう感じ。違う違う、船はでも入れたことなかった、欲しいものリストに。あるんだ、一応あるんすよ。あるあるよね。なかったね、うん、長谷川の、450分の1のヤマトを、はいはい、おー、はい、ちょっと買ってみました。はいはい、450分の1って結構でかいでしょ。いや、私なんか450分の1って文字だけ見て、そんな大きいの来ないだろうって思ってたら、すごい箱来て、うん、ちょっとすごいってやられてもさ、あのだからボコちゃんはその動き持ってないから。すごい、いやだからそ、でも本当それぐらい。そう、いやそうそうそう、だって700分の1、はい、作ってもこんぐらいはあったもん、ね、そうだからまず全部のパーツを切ったりするのが、うん、ちょっと大変そう。船のもう船体だけでも結構の大きさがあったので。そうだよね、でも450分の1だったら結構ディテールも細かく入ってる、はい、それを作って、うん、置いてお酒飲んでみたいなと思って、見ながら、ちょっとそれに憧れて買ってみました、なかなかね、こういうね、チャンネルのマスコットが、お酒飲んでみたいなみたいな、あんま言わないんだけど、ちょっとかっこいいなと思って、船とか見ながらお酒飲むのいいなって。もこんちゃんは20歳を超えております。ご安心ください。ねえ、あ、そして、森木登場。森木、ね、かけつ、はい、今回は森木も一緒なんですが、ちょっとオープニング間に合いませんでしたね。全然間に合わなくて、すいません。はい、いや、お仕事だった。はい、おはようございます。ちょっとね、今回の、大木劇場のゲストの、ケンイチさんが今入ってきました。あ、そうなんですか。すいません、すいません。ね、皆さん、ケンイチさんの、入りの状況をご覧レアですよね。さっきエレベーターで一緒になって、荷物が多すぎて、すいませんっつってどかしてもらった感じです。申し訳ない。あ、じゃあ全然取っちゃってください。大丈夫です。おはようございます。おはようございます。お願いします。お願いします。楽しみですね、今日の奥義は。ねえ、というわけで今回のね、奥義連勝は、健一さんにやってもらいます。すごい、すごい、すごい、楽しい。はい、でもこんちゃんが450分の1のね、ヤマトを作って、これは、どういう経緯で？あ、なんか長様に船を初めてするなら、どんなのがいいですかって聞いたんですよ、はいはい、そしたらどんな船が好きなのって言われて、なんかいっぱい乗ってるのがいい、大砲とか、なんかかっこいいのがいいって言ったら、これがいいと思うって勧められて、初めてならどう、って言って、それで買った、そう、長ちゃん前に俺も教えてもらったんだけど、はい、ヤマトは、はい、作りやすいみたいね。へー、なのでちょっとそう、なんかいっぱいで乗ってる、そうそう、いっぱい乗ってて、で、その環境のところとか、ただ、武装して装甲で埋めてあるから、この窓みたいになってるところが少ないんだって。だから他の戦艦とかに比べると、若干そういう面ではすっきりしてるから、作りやすいんだって。そうなんだ。そうそう、環境のところが一番大変なんだよね。ああ、上のね、ほんと大変そうだった。で、その塗ってマスキングして組んで、塗ってマスキングして組んでってしないといけない。窓が開いてるから見えちゃうから。あー、中が、うん、だから中をその塗ってマスキングしてとかをしてからまた組むみたいなことをしないといけないから、そこが埋まってるから、あ、
そうか。そうそうそう。なるほど。その少ないのよ、見える部分が。関係の中はじゃあもうぐちゃぐちゃにしても別に関係ない。ぐちゃぐちゃにはすっかり。あえて。やだよ。やだやだ。汚い。何のために鼻くそを入れるのかだけ聞かせて。置く場所がなかったの。思い出した時に開けてみてどう進化してるのかを知りたい。ああ、そういうことかね。もこちゃんのその置く場所がなかったんだね。もこちゃんそんなに鼻くそ出てる。もこちゃんなんか理由って言うから、うん、なんかティッシュとかなくて、うん、ちょっと置いとこうみたいな。だったらそこじゃなくてもいいじゃん、別に壁でもいいだろ、壁でもこの辺で、ね、だってわかんないよ、そんな、ね、まあ、もこちゃんは多分そうしてるんでしょう。もこちゃんそうですね、バッチリですね。やだね。よく子供とかなんか壁に塗り付けてた。多分その癖が多分もこちゃん治ってないんだと思います。今もな。はい、今もかい。はい、それでは行きましょう、もこちゃんにゃーす。はい、はい、そうそうそう、1ヶ月の間にどんなことが模型会であるのか見ていきます。はい、まず10月の12、13、第62回全日本模型ホビーショーが開催。はい、我々プラモも参加してリポート動画をアップする予定でございます。はい、もう上がってるかな、どうかな、リポート動画撮ってきます。さあ続きまして10月の26、27、プロモデラー直樹さんプロデュースのチタノマキアの展示会、ティタノマニアが開催されます。豪華モデラーによる約50作品の展示は必見でございます、はい、ということで、そしてそのティタノマニアの、はい、50作品のメンバーに、はい、私も、招いていただきました。はい、おめでとうございます。呼ばれてないです。マジで？あ、言っとく言っとく言っとく。ダメなやつだ。森木呼んでないですよね。ダメなやつだ。これでも本当にね、すごいメンバーですので。50人が50作品しかないってことですか。そう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 。選ばれし50人。そうなんですよ。出てる。見てもう、もうどっかで聞いたことある名前ばっかり。本当だ。あれ？プー熊谷。はい。プークマがいるよ。いるよ。え、あ、ほんとだ。ねえ。あ、もこんちゃん。はい。あの、仲のいい夏井ゆり子さんもいるさんだ。そうみたい。よかったね。ほんとなんですよ。ほんとほんと。ちょっと待って。私じゃないや。本人も嘘、嘘やろってなってます。うん。お友達。ねえ、どうすんだっていう。ねえ。おい。どうしよう。選ばれてなんて言ってた？どうしようって。どうしようって言ってた。こんなとこに名前があるなんてと。で、千葉絞りさんなんかこれサークルで入ってるから何人か、あ、そうです、うん、そうやってくるんだと思う。なるほどね。だからこれ全員じゃなくて、うん、代表者の名前みたいなとこ。そう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 、そんな感じで。だから俺が出す場合はね、もう仮によ、俺が出す場合は、うん、佐藤哲夫グループでいいのかな。あ、いいよ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 、うん、うん、あれ次、吉岡さん。いや、俺ところに、あの直接置きに行かないで、俺があの責任持って預かりますんで。え、ダメだな、直接。うん、ちゃんと僕が責任持って預かりますんで、うん、僕のところに持ってきてください。あー、つえ、誰にも言わずに。あ、誰にも言わずに。絶対にダメだ。でっかくなったよっつって返します。いやいや、優しい。スケールモデルの人も今いたりする、ね。いっぱいいますね。すごいな。そうなんですよ、すごいですよね。マックス師匠もいらっしゃいますし、すごいですよね。小島大隊長もね。これはやばそうだな、これ全部すごいんだろうな、うん、全部すごいですよ。もう兄さんなんかもね、名古屋のモデラーさんですけど、もうジオラマがすごいですからね。やばい。アリーチョップ兄ちゃんもいますよ、はいはい、ねえ、健一郎さんとかもいます、はいはい、ねえ、これをもう確実にすごい、ね、展示会になりますんで、ぜひ皆さん、注目してください、はい。さあ、そして10月の26、27ですね、はい、今年で55周年を迎えたホビージャパンさんが55周年記念イベントを開催。おめでとうございます。おめでとうございます。詳細はまだいろいろと聞いてないんですが、はい、私部長、お声掛けいただきまして、はい、何かしらトークとかかな、何かしらで、参加予定です。50、はい、周年やりましたもん、行きましたもんね。そう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 、うん、もう5年経ったってことですか。そうですよ、確かに一番いいですね、うん、あの、なんかトークやりました。あ、そうそうそう、そう、うん、やったやった、うん、あれが5年も経ってるんだ。そうよ、だって記憶ギュッてしたらもう2日ぐらいしかないもん、ね、い
覚えてない。覚えてない、この5年。空白の5年みたいな。やっぱり、ね、年取ってからの5年って何も変わらないじゃない。うん、いやほら、ね、お子さんいるとさ、うちの子供今年5歳だけど、うん、やっぱこの5年むちゃくちゃ変わるじゃない、うん、容姿が。みんな変わらないね、5年だっても何も。でも、あの時に俺森木に、はい、イベントのあの秋葉原のあそこで、うん、タバコ吸いながら、キューさん結婚するんですよって報告出た。あーそうなんですか。結婚だよね、確かに子供じゃなくて。子供が生まれて4歳半ぐらいだから、そうだね、ね結婚だね。結婚だ。そっから今もう子供が4歳だから。うわー、うわー、そう考えたら変わって、鉄球いない。鉄球いないです。いない。鉄球まだ吉本入ってないです。この世にいないってこと。この世にいなかったです。赤ちゃんじゃん。赤ちゃん有志化してて。あ、そうなんだ。最近成長したね、この世に。だいぶ20キロ。うわ、そうか。20キロ太って、めちゃくちゃ太ったよ。ギータカもまだ眉毛が太かった。どんな気にしられるんですか、かわいそうに。眉毛が黒黒とする前。する前、する前だ。細かったな。眉毛がもうこんなくっきりとしてて。ドイドイもまだ短髪の頃だよね。なそうだね。ドイドイさん短髪だったの。確かめっちゃ伸びましたよね。マスケボブみたいな。そうそうそう。あとあとないか、みんな変わってるとこあとないか。何も変わってないかも。ねえ、もこんちゃんは変わってないか。えらいごまかして。変わってない。わかんない、変わってないと思う。全部変わってないと思う。変わってないということでございます。11月16日、17日、はい、大分県の模型クラブ、はい、中津模型クラブマーク2さんのなんと17回目の展示会が開催でございます。多いな。悔しいな。そうなんです。俺一個前の週大分でしたわ。ああ、そうなんだ。うわ。俺もね、この日ね、確かね、ちょっとね、予定が入っておりまして、行けないんだよね、これ。そうなの、これだから毎年、はい、こうやってお誘いいただいて、はい、ただね、やっぱ土日だから、はい、毎年ね、タイミング合わなくて。厳しいっすよ、我々。そうなのよ。土日はちょっと働かないと。土日、だから、仕事入ってても、はい、その関東近辺とかだったら、はいはいはい、ちょっと終わりでバッて急いで駆けつけてとかができるんだけど、やっぱ大分だから、はい、仕事終わりでね、駆けつけるには時間がちょっと、うん、すげえそそる、イニシャル D バッティング。そう、もうめっちゃ行きたいのよ。書いてある。めっちゃそそるじゃん、これ。D バッティングってことはもう山ほど、山ほど車並ぶんじゃないの。それは痛いな、本当に。もう何十台とこうドリフトしてんだよ。そのジオラマ、そのドリフトのジオラマ、でっかい坂があって、もうそこからめっちゃいいな。それいいっすね。何十台と下り最速オーラマにするんすか。あまりそんないっぱいバトルしねえだろ。2台だったら。そう、2台。夜中に対向車来ないから。そう、対向車来ないから。いやでも、いや面白いからね、インタビューねえ、あー、こう、下にもあるんだ。あれは86レビンじゃないの。レビンの方、レビンの方、8号かな、もしかしたら。8号だと、月野でしたっけ。月野だ。いや、それ出れない、レースに。中津模型クラブマーク2さんに、また写真をね、送って、写真や動画を送っていただきまして、こちらでまたご紹介させていただこうと思っております。動画見たい。はい、そして、お知らせでございます。ビッグカメラ新宿西口店にて、桜井総統のこれまでの作例が展示中。これまでの歴史だ。そうですよ、はい、展示ケース丸々一つ使用した豪華な展示となっている。すげえ。これまで、そうですよ、いつぐらいからなのか分かりませんが、桜井さんが多分まだ生まれて間もない頃。すごい貴重だ。2歳の頃にもうこんなグラデーション塗装ができてたんですよ。すごいじゃないですか。すごい、うわーすごい。これが2歳の頃、これ多分2歳の頃ぐらいの作例から。嫌な2歳だった。生まれた時からもう本当にもう接着剤こうやりたかった。怖い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 
生まれてきたような人ですからね、すごいな、いやこれは見応えありますよ、そうですね、ね、で桜井さんの、これまでの作例で、まあ、多分雑誌とかにも、はい、掲載されたようなものとかがあるんじゃないでしょうかね、いやうん、はい、ぜひ皆さん行ってください、はい、はい、そして祝、はい、第60回 DIY 賞新商品コンテストにて、おお、なんだ、なんと道葉物工業さんのイージーケアが審査員賞銀賞を受賞、わーすごい、ね、DIY のプロを前にプレゼンをして約90社の中から勝ち抜きました、すごい、これはすごいですよ、イージーケア覚えてます、イージー、はい、あのピンク色のこうやってシャーってやるだけで、うん、彫刻刀とかの、あの切れ味が蘇ってくるっていうやつなんです、これ俺今めっちゃ使ってる、うん、もうあの刃物なんでもいける、なんでもなんでもいける、だからこれ、あれいける、ニッパー、うん、いやニッパーもいけると思う、ニッパーもいける、うん、シャカシャカシャカってやれば、だからデザインナイフとかもカンナ掛けとかした後あの切れ味落ちるじゃん、あ、これでシャッシャッシャッってやったらまたちょっと戻るから、そう、これはめちゃくちゃいいでしょ、いい写真、あ、いいですよ、すげえ、ああいう時はみんなから目細める、かわいい感激の、はい、すごいじゃん、ねえ、はい、おめでとうございます、イージーケア本当便利なんで、で、ぜひ皆さん使ってくださいね、さあ、というわけで、今月もたくさんの模型メーカーさんからおすすめ商品が届きました、ご紹介していきます、続いては商品紹介いってみよう、さあ、同友社さんでございます、はい、まずはですね、スゴシリーズ、うん、スゴホビー用超音波クリーナー、はい、そして、もう一つがですね、スゴホビー用プラスクレーパー、ね、それは両方ともなんかね、ちょっとピンとこない、ピンとこない、こっちはなんだ、こっちはほんといいよ、メガネ、うん、メガネ、あの、よくあるメガネ洗ったりするやつね、超音波洗浄機ですよ、はい、はい、パーツも道具も一緒にいつも綺麗に、スゴシリーズから超音波クリーナーが登場します、うん、落とすのに苦労した細かな汚れも超音波で綺麗にということでね、まあ筋彫り掘ったりとか、うん、ヤスリがけしたりとかするじゃないですか、うんうんうん、そしたらヤスリの粉とかがその目に詰まってたりとか、はいはいはい、あと細かいところに入り込んじゃったりする、うんうんうん、そのまま塗装をするとその粉のせいで表面がザラザラになっちゃったりするから、うんうん、塗装の前とかに一回洗ったりとかするんだけれども、歯ブラシでこうやって細かくシャカシャカシャカってやるのは大変じゃない、うんうん、これつけといたらブーンと勝手に綺麗になってくる、あの部品をってことか、そう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 、パーツを、あ、なるほど、いや俺なんかあの工具だと思ってた、ツールね、ああ、まあでもツールも綺麗にはなるとは思うけどね、なるほど、パーツを、あ、それはすごいですね、そうそうそう、それはすごいわ、これがね、あの本当に細かいところまでね、はいはい、その自分のちょっと気づきにくいようなところまで全部うんって勝手にやってくれるから、あれはヤスリとかどうですか、鉄のヤスリとか、ああ、多分全然使えると思う、目に埋まるじゃないですか、うんうん、あとね、塗装前にもそうなんだけど、はい、パーツ自体に、うん、離型剤がついてて、はいはいはい、だから最初に一回洗浄しないと塗装した時弾いちゃったりとか、はいはいはい、そういうのもあるから、そういう時の洗浄にも使える、これを入れて、おで、まあ、台所用洗剤とかを一滴ちょんって垂らして、はいはいはい、でブーンってやって、あ、なるほどね、そうそうそう、綺麗になります、レジンキットとかいいかもしれないですね、レジンキット、そう、レジンキットとか、あとまあまあ今のプラモはだいたいその離型剤よく落としてあるけど、はいはい、古いキットを作る時なんかは離型剤、はい、一回落としてからやった方がいいですね、工具類の洗浄にも使えると書いております、はい、ね、アイテムに合わせて通常の洗浄5分とじっくり洗浄10分を使い分けができますということでございます、はい、じゃあちょっと見てみますか、なんかこのぐらいの大きさなの、これ多分これぐらいじゃない。変わっててボボってなることないと思うから。サイズ変わるやつ。すごいや。だからすごい。箱だけさ、でかくてさ、めっちゃちっちゃいのあるやね。なんででかいを想像するんだよ俺。そっか。それはそこ、それ以上はならんよ。そうね。なんで間違ったことを言ってないのにそんな感じなんだよ。じゃあこいつ。ごめんなさいね。まあいいよいいよもう。
はい、でも多分想像通りの大きさです。あ、でっかいですね。でっかい、嬉しい。パンパンや。あ、全然入る、はい、でかい、でかい。はい、あ、嬉しいサイズ感。これは使いやすそうですよ。これやば、これ10年いいね。いいだろ、別にもうなんかやらない、もうここ行ってもうあ、ジェイク、ビーだったの。はい、いや、いいサイズ。これあるやん。あ、これいいですよ。大きい、これあるじゃん。鉄球が車作ってもさ、あの、そのまま、そのまま入るじゃん。入りますね、多分ね。横幅も結構ありますし、ね、わー、でもギリギリやな。うん、まあまあ、うん、ボディは、ボディ入るんじゃない。入りそうですね、最初に。低い車体だったら、うん、これはいいですよ。これでこのボタンによって、ほら、ね、このボタンによって切り替えられる10分と5分とか、10と5で分かれてる。もうボタン1個だからめっちゃ分かりやすいですね。ボタンの押した感覚もいいのが、もう音聞いたら分かります。大体そうだよ。いい音だ。いい音だ。大体そうだ。いい音だ。気持ちいいですね。聞いたことあるじゃん、大体。大体のボタンってそういう音だよ。何もほらスイッチがない場合は。大体そうだ。違うんだ、壊れる。16連射のやつじゃないですよ。はい、これでも本当にね、便利なんでね、うん、使ったことない人は本当一回使ってみてほしい、うん、これリアルにメガネにも使える。あ、使える使える。あ、メガネとか、パーツ洗う時とかに、メガネとかもボンって入れたりします。はい、ね、油分とかもね、そうやって、食器用洗剤とかで、綺麗に落ちます。いいですね。はい、さあ、そして、こちらですね、スゴスクレープラスクレーパー、はい、はい、こちらがですね、片手に収まるコンパクトボディ、うん、ね、うん、両側片刃ブレードでできたスゴホビー用プラスクレーパーが新登場、うん、プラスチック製のブレードは対象物に傷つけにくく、うん、卓上の乾いた塗料や不要なステッカーを剥がす際に便利な。なるほどね。あー、なるほどね。そのマスキングをしようと思ってバーって一回貼って、はい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 、シュッ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 って切ってバーってやって、で、残っちゃった部分とか、はいはいはい、あんなんこうやってこうやってこうやっちゃう。あー、なるほど、そういうことね。今までこうやってたけどさ、これはいい、君に嬉しいかも。これもう一番最初の僕で、子供がほら家中にシール貼ってるから、あー、はい、でもこれでも全部やりたい、うん、はい、あー、そう、もうだって壁やらさないやら、もうむちゃくちゃ貼るから、やっぱりもうやりたい、あ、貼っちゃうよね、やりたい、全部これで。あ、これ取れそう、綺麗に。そう、もう子供がこう貼った横からこう。いや、じゃあ貼ったすぐはせんよ。貼ったすぐはせんよ。その、いらんかなっていうところにやるわ。貼ってごらん、貼ってごらん。うん、いや、違う、違う。意地悪。俺、基本切られたくない。基本、基本子供に切られたくない。嫌われたくない。子供だけ、子供以外やったらもう誰に切られてもらう。さあ、本体に、もうカットだった。そんな悪いこと言ったか、俺、今、お前。そんな悪いこと言ってねえだろ、今。いや、もう俺の下りからもう全部カットしてます。いや、マジか。すでにカットしてます、ね。虐待ですからね。虐待ではないだろ。本体にスペアブレードを収納することができ、替え刃を探す時間も短縮ということでございます。これはいいね。色いいよ、ね。色いい。いいですね。うん、なんか、昔の、プラモブのポリタックとかのカラーっぽい、ね、本当だ。はい、あ、あ、いいですね。替え刃もちゃんとあるよ。これはこのまま使うんじゃない、うん、なんか外せるのかな。でもそこここをこう開けるのか。替え刃があるんですよ。替え刃がいいな、これ。替え刃が2枚入ってる。いいな。だから全部で3枚あるってことですよね、うんうんうん、で、これを、あ、あ、いいですよ、これは。で、こちら、これね、あのケースと、買えば2枚ついた上で880円。そうなんだ。そうなんですよ。それいいな。刃が3枚ついてて880円。これは欲しいな、その。これは非常にいいですよ。あ、これいい。これマジテーブルとかにめちゃくちゃ貼ってあるからやりたい。うん、やりたい。こちらも、7月2日にすでに発売されております。まさにスゴだ。はい、クレオスさんでございます、はいはい、さあ、クレオスさんからはですね、塗料の方が届いております、うん、まずはこちら、うん、マイティストライクフリーダムダークブルーと、インフィニットジャスティス錦ピンクでございます。かっこいい名前。はい、ね、シートだ。はい、ね、水性ホビーカラーとなっております。あ、水性ホビーカラーのいい香りがしますよ、はいはいはい、
はい。で、そしてあとこちらですね、水星ホビーカラーのスーパーファインゴールド。へえ、いいですね。ちょっと見たいと思います。あ、いいです、いいですよ、いいですよ。いいですね。はい、いいゴールドですよ。水星のゴールドはあんまり使ったことないんですが、どうなんでしょうかね。これはエアブラシ用ですか。でも使えるけど、あ、エアブラシでも使えるけど、まあ、水性塗料なんで、まあ直接は例えば筆とかね、一般的には結構筆で塗る人が多いから。あ、そうなんですか、これ、うん、そう、あ、そうなんだ。結構ね、シャバシャバですしね、あのエアブラシだとちょっとちょっと加減、俺はラッカーの方で慣れちゃってるから、うん、結構加減が難しかった。このこういう蓋に入ってるやつは、うん、全部そのエアブラシ用だと思ってたんですけど。ああ、そんなことない、そんなことない、ま、うん、うん、あ、違う、そうそうそう、うん、全然全然これ水性だから、うん、あ、だからいつも塗料とか、うん、だからみんないっぱいあるじゃないですか、うん、僕はもう持ってなかったから、うんうんうん、もらわなかった。はいはいはい、うん、これ、あれ、筆で塗れるんですか。塗れる、塗れる、水性は塗れるよ。めちゃめちゃいいですよ。なるほどなるほど、うん、はい、そしてこちら、結構今注目されてるやつじゃないですかね、はい、ソフビカラー。ソフビカラー、これはそうなんですよ、ね、これがね、私もツイッターとかでね、つぶやいてる人の見たんですけど、はい、これ、ソフビとか用に、はい、開発された塗料なんで、はい、めっちゃ伸びるんですよ、ね、だから塗膜って普通ラッカー塗料とかだと塗ってしばらくすると、だんだん固まっていく、はいはいはい、カチカチになるんですよ、はい、だから曲げたりする、するとビリビリってこうひび割れちゃうんですよね。なるほど、パリパリってなっちゃったり、はいはいはい、で剥げちゃったりとかするんだけど、うん、こちらのソフビカラーね、伸びるんで、その柔らかいものに塗っても全然剥げないですし、ちゃんと伸びてくれるんですよ。弾力があるんです、弾力あるんですよ。だから非常にいいな。それはすごいですね。うん、クロスさんはソフビに塗ってくれっていうのでソフビカラー出してるんですよね。ああ、今だからソフビが流行っているからソフビカラーってしてるけど、多分ソフビじゃないものも、はい、全然塗れると思いますけどね。模型にも行っちゃってよってことかな。うん、行っちゃってよってことじゃない。いいね、こちらお値段の方が税込み605円でございます。で、基本的には艶消しなのかな、多分そうですね。メタリック以外は基本的には艶消しですね。はいはい、これいいね。はい、うん、で、他の塗料とは混ぜられないんですよね。あれとかができそうだけどね、なんか、軟質素材っぽい、例えばサンダーボルトとかの関節の部分のブヨブヨしてる、はいはい、で、あそこプラで再現されてるけど、はいはい、そのビニールみたいなんで、その作って再現したいっていう人もいるじゃん、はいはい、でも塗れないじゃん、はいはい、なかなか、うん、で、動かしたら剥げちゃうしみたいな、そうやって、うん、ブヨブヨ稼働する部分の塗装とか、うん、そういうのにもいいだろうし、これはちょっと活躍しそうですね、うん、タイヤとかにもいいかもね。あー、はい、ぜひ皆さん注目してください。というわけで、今月もたくさんプラモを作ってください。以上、モコンちゃんニュースでした。